なんかすごく安いと思うんですね。安すぎると心配。ウェディングドレスって白だけなんです。黒みんなと一緒って面白くてわがままだと思うんですけど、個性を出したい、夢を叶えたい、みんなと一緒だ、いや、メイクを自分でしたい、カラードレスとかもたくさん見てみたい。100着ぐらい。100着ってなると納得できないんです。お客様、いらっしゃいませ。今日はご来店ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日は、衣装のご相談ということでご予約いただいてたんですけれども、式場は決まったので、はい、式場から紹介してもらったお衣装店っていうのが2つしかなくて、はい、まあ、そこも素敵なブランドさんだったんですけど、うんうん、なんかもっと他のを見たいなっていう気持ちがあって、で、YouTube で提携衣装店が2つ以上たくさんあるっていう風に載ってたのを見たので、ちょっとご予約させていただきました。で、衣装はもうご覧になられてるんですか？あ、ご試着はまだこれからです。これから試着してしまうとなんかそちらで話を進めなきゃいけないような気がして、はい、で、ちょっと他のところを見たかったので、はい、ちょっと予約を先延ばしにしてもらって来ていただいたんですね。はい、ありがとうございます。ブライダルで、提携の衣装店っていうのが5社ございまして、うん、フォーシス&カンパニー、高見ブライダル、ホワイトドア、フェリーチェビータ、はい、でマリシンシアっていうこちらのお衣装店とご提携させていただいております、はい、で、こちらですとブライダルナビからのご紹介でご試着に行っていただきますと、衣装のレンタル料金が 50% オフになるっていう特典があるんですよ、はい、で、式場にもよるんですけれども、ご自身で結婚式場を探して行かれてしまったっていう場合は、ちょっとどうしても持ち込み料がかかる場合がありますので、うん、そちらだけちょっと注意が必要なんですが、はい、ただ 50% オフっていうのはなかなかないので、うん、そうですよね。そうなんですよ。なので持ち込み料を払ってでも、うん、この特典を使いたいっていうお客様もいらっしゃるので、うん、ご利用をよくいただいてるんですけれども、うん、半額ってすごいですよね。そうなんですよ。すごく安いと思うんですね、うん、はい、安いと、はい、なんか変な話、新しいデザインじゃなかったりっていうのがちょっと心配。なんか逆に半額だからこういうサービスがありませんとか、そういうのってないんですか？あ、そういうのは一切なくって、何かがその分劣るとか、うん、そういったことはございませんので、ご安心していただければと思うんですけれども、ブライダルナビならではだと思います。はい、ちなみに、はい、ウェディングドレスって白だけなんですか？着たい色とかあるんですか？黒とか。黒、みんなと一緒って面白くないなと思って、で、せっかくの結婚式だし、私の個性を出したいというか、はいはい、後からあの時やっとけばよかったって思いたくないので、はい、ちょっとこうわがままだと思うんですけど、結婚式ってそうそうね、何回もあることじゃないので、はい、ちょっと個性を出したいというか、ちょっと私のずっとこう思い描いてた夢を叶えたいというか、みんなと一緒じゃ嫌みたいな感じを実現したいなと思って。ちなみに黒色にこだわられる理由とかってあるんですか？肌が綺麗に見えるとは思いませんか？ああ、もうでもお綺麗ですけどね、今でも今日はお城ですけど。ありがとうございます。黒色のウェディングドレスも一時期ちょっと流行った時期も実はあって、白色のウェディングドレスはあなたの色に染まりますっていう意味だったんですけれども、黒色のウェディングドレスっていうのはあなた以外に染まりませんっていう意味があるんですね。ただやっぱり黒色っていうとちょっとどうしても親御様とか。そうなのね。まあ、私の父とか母は、はい、もう私がこういう考え方だっていうのを、はい、理解してるので、分かってくれてるので何も言ってこないんですけど、彼の方のお母様が、はい、とかって言われて、あ、なんかちょっとせっかくね、私たちの結婚式なのにと思って、ちょっとなんかね
って思うんですよね。あ、そうですよね、うん、やっぱり黒色っていうのはお葬式とかで使われる色になるので、どうしてもそっちを連想させると、うん、せっかくのお祝いの結婚式の場で、うん、ちょっとどうしてももったいないかなっていうのがあったりとか、うん、せっかく結婚式って華やかな場で、うん、白色のウェディングドレスっていう、もう白色のウェディングドレス着る機会って、うん、もう結婚式以外ないわけですよね。なのでせっかくなのでっていうのがあったりもするんですけれども、でも着たいなっていうのもあるし、もちろんマナー的に問題は全くないので、ウェディングドレスは白色であげないといけないっていう決まりは全然ございませんので大丈夫なんですけれども、うん、そうですよね。試着はしてみたいと思うんで、ご予約お願いしてもいいですか？かしこまりました。で、試着の数なんですけど、はいはい、黒いウェディングドレスだけじゃなくて、はい、他のカラードレスとかもやっぱり見てみたいっていう、たくさん、はい、たくさん見てみたいっていう気持ちがあるんですね。え、100着ぐらい、100着ぐらいご対応いただけるんですかね。1回の試着時間が 2,3 時間前後を含めてなので、試着後のお見積もりのお話ですとか、うん、いろいろ含めても 2,3 時間になるので、100着ってなると何回か足を運んでいただかないといけないですし、先ほども申し上げたようにこういうのを着たいっていうのを決めていっていかれるといいかなとは思うんですけれども、100着はわがままかな。いえ、あのわがままとかではないと思うんですけれども、うん、せっかくなのでいっぱい行きたいなっていうお気持ちもわかるんで、私も100着着たいですよね。100着こういうのじゃなくて、お客様これってもうまだ剥き出しじゃないですか、デコレが、なんかこうレースとか覆われてて、だけど透けてて肌見せできるみたいな。でもこれもデザインの一つだから試着したいと思うんですけど、試着できます？これちょっとあの展示用なので、うちでは、そうなんです、やっぱドレスショップ行っていただかないといけないんですけれども、うん、はい、こういうウェディングドレスとかドレスに関してすごいこだわりね、お持ちなんですね。あ、そうなんです、はい、実は式場にメイクを自分でしたいっていう風な話をしたら、はい、なんかそれはできなくはないけど、当日花嫁さんなんだからって言って、プランナーさんとかスタッフさんにすごい止められたっていうんですか。あ、私メイク仕事柄すごいこだわりがあって、なんかこれじゃないとって思うのじゃないと、はい、なんかこう納得できないんですよね。そうですよね、やっぱりもう一生に一度の舞台ですから。そうですよ ねしたいですよね。したいんですけど、はい、なんか当日はタイムスケジュール的なものがあるみたいで、はい、もやっとしてるんですけど、メイクさんについてもらってしていただいた方が、当日もうそれどころじゃないっていう時間の方が多いと思うので。あ、そうなんですね。そうなんですよ、やっぱり結婚式では新郎新婦っていうのは一番お忙しいし、お食事もなかなか召し上がれないっていう状況の中で、自分自身の顔を鏡でずっとね見るわけにもいかないですし、やっぱりどなたかについていただいてる方が安心かなっていうのはあると思いますよ。そうなんですね、はい、わかりました、はい、今ドレスの話ばっかりしたんですけど、はい、和装も着たいんですけど大丈夫ですか？もちろんです。ちなみに和装は白むく、色打ち掛けはどちらでお考えですか？両方。かしこまりました。ご希望のご試着のお日にちですね、お伺いします。はい、じゃあこちらのお日にちで、あの、ご予約確認させていただいて、うん、またお伝えさせていただきますので、はい、それではご試着ある程度ねしっかりイメージをして行っていただければと思いますので、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうでしたか？すごいやっぱり詳しいですよね。あ、いろいろ知ってる、はいはい、そういう部分で知らないことをたくさん教えてもらえたら、うん、勉強になったし安心できました。プライダルナビにさっき来たから 50% オフが使える。あ、それがすごいお得感を感じました。キャラクチャク、うん、試着したいって言ってたけど、はい、でもやっぱり見た人にちょっと絞って切った方がいいって聞いたから、そうしようと思って、ちょっとキャラクチャク言い過ぎたかなってありがとうございました。ありがとうございました。
もうなんかブライダルでしょ、で私にはもう関係ないと思って、私もう結婚してるしブライダル関係ないね、大きなダイヤ持ってんねやんか。で今年40周年完全オーダー、高いな、フルエタニティで、あらちょっと僕の値段欲しいな、40円40円